こんにちは、デイシキッチンです。今回はチョコスティックトースターで作っていきます。リクエストありがとうございました。まずは明治ブラックチョコレート3枚砕いておきます。そちら電子レンジで30秒加熱して、混ぜて30秒加熱してください。それでも溶けなかったら10秒ずつ加熱して様子を見てください。アーモンド10粒分砕いたものを加えておきます。春巻きの皮5枚はハサミで半分に切っておきましょう。薄力粉大さじ1、水大さじ1混ぜておきます。春巻きの皮端1センチを残してチョコを塗っていきましょう。三辺に薄力粉と水で溶いたものを塗っておきます。くるくると丸めていきましょう。端はつまんで閉じておきます。こちらトースターで3分から4分焼き色がつくまで焼いてください。途中でひっくり返してください。これぐらい焼ければ完成です。いかがだったでしょうか。参考になったらいいねかチャンネル登録、シェアの方をお願いします。お料理のリクエストはコメント欄で受け付けます。本日もご視聴ありがとうございました。Thanks for watching. See you next time. Bye bye.